本日のお便り、栃木県はキックパンチパンチさんからいただきました。キックパンチパンチ、よくラッパーの人がやっている、はい、ラップでアンサーを返したりする文化ありますよね。ああ、ラップバトルみたいなことなんですかね。フリースタイルや音源で返すのは様々ありますが、その戦いは大抵1ラリー程度で終わってるのが多いなと思います。ああ、まあまあそうですね。言われたことにアンサー返してね、うん、そこで夕闇の皆様に毎日アンサーを返し続けたらどれぐらいラリーが続くのか検証してほしいです。ほう。ということで今回は、はい、毎日アンサーを返し続けたら何日間続くのか。なるほど。あ、トモヤ、よくなんかその喧嘩打ったりするじゃないですか。はい、お前出せよみたいなこと言って、はいはい、まあもちろんラップでね、おそらく言うんでしょう、はい、でそれに返す、まあこれが一ラリーですよね。そうですね。で大体ここで終わってると。なるほど。それこそレペゼンもね、はいはいはい、最近やっても返してましたね。返されなくなっちゃったもんね。そういうことなんですよ。なるほどね。だから俺が例えばやるとして、はい、なんか文句を言う、はい、それに返す、はい、そしてそこで終わるんじゃなくてさらに俺もまずそれに返す。なるほど。っていうのをこう毎日無限ラップバトルだ。はい、続けてって毎日毎日やんな。これできたらとかじゃなくて、何がよ毎日送り合うの。だってもう遅れた時点でお前返すの遅えんだよ、始まっちゃう全て。なんで今日は僕からスタートで、はい、僕はあの目標持ってきました。おう。だから中村さんに対するディス、はい、だからそれに対して、はい、アンサー返してくれよな。アンサー返しつつまた次のディスもするってことだよね。あ、そうそう、もちろん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 。ではまたアンサー返してディスって、はい、ってことなんで。できるかな俺。まあ、言ったことないよ。一回見てプランって。わかりました。うん、とりあえずファイヤー。はい。それではやっていきましょう。ファイ。でまあ今回まあトラックも、はい、まあ一応作りました。あれ。まあちょっと簡易的ではありますね。はい。で16小節とか、はい、8小節とかあんま正直分かんなかったんで、はい、なんか歌ってて気持ちのいい長さにしました。ああ、なるほどね。いわゆる普通の尺だと思うんだけど。俺もそれでいいの？じゃあもう。はい。だからその尺でいきましょう。あ、尺はそれで。はい。わかりました。まあ時が来たらこのトラックに飽きたら、はい。そっちから次、トラックのアンサーもくれていいんで。ああ、なるほどね。とりあえず、こっちはトラックと今回その、はいはい、文面で。でも、わかりやすいように、その動画で。そこやん。はい、そこやん、それ。何がそこで撮ったじゃん。普通やん。ラッパーとかじゃないんだ。普通だね。小道具が見当たんなくて。あ、そっか。一応そのブリンブリンな台。無理あるだろう。うちの中にある一応ブリンブリンな台の前で撮った。一応金かな。ごめんなさい、浅はかなイメージですけど。じゃあまず僕からの、あ、お願いします。まあ一つ目のディス。はい。おい、中村智也、お前に一言。あ、ここはまだ。頼もうす。なるほどね。こんなしなくていいの？一応丁寧にごめんなさい。ありえないインカムセとかしてる人だった。いや、まあまあまあ、まあ。まあ、フリースタイルだと思って構いません、別に。もう、即興でもいい。もちろん。わかりました。だから、とりあえず僕は今日出したんで。そうだよね。今日もらったら明日返すわ、いっぱい。そう。で、明後日また返す。そう。明後日返す。でいきますから。そうだね。よし。じゃあ、これが一体何に続くのか。はい。ね、やっていきますんで。恥ずかしい。ちょっとラッパーみたいだし、これです。毎日ラップバトル。ラップバトル。ワンアンサー目じゃないですか。了解です。言ってしまえば、ね。やってきました。めっちゃ楽しみにしてました。ほんますか。はい、正直。早速いいですか。はい。ちょっとなんか。しっかりと。トムヤンのラップ聞いたことないんで。そうですよね。僕も初めてやりました。言ってしまえば俺なんてもんはね、はい、歌ってるんで。そうですよね。まがいもんですけど、そんなやってるじゃないですか。人生初の作詞です、僕。あ、確かにそうだな。はい、これに結構時間かかる。大丈夫。ハンヤさん。あー、はい、はい。スタイルラジオの。いいね。俺は確かにバカした。でもラップじゃお前の方が得意した。得意の歌詞だけ早くしな。てかお前のラップに合わせるな。早口なだけで音は伝わないよ。俺はスマートで音が鳴らないよ。このままじゃ俺がただ圧勝。ホールドゲームおもろならないよ。やばい。いいね。いいですか。いいね。あ
おもろおもろいおもろいよかったっす。いや、いいっすね。フローっていうか、そのタイプが全然違って。そう、早口無理だなと思って。うわ、ワクワクしてきましたね。じゃあ、これにまた返しますか。はい、お願いします。はい、鈍いやつは足踏み、狂い咲いた合間切り、甘い陰踏み、味の分かる舌じゃない、桃源郷から当然ボスの風景、まるでボス当然さよなら手を振る皇帝、熟成勝利の宣言を俺は貸し抜き、こいつさらに借りがかり、お前はただの足がかり、亀のような変死体、横文字ばっかでうんざりですわ、プライド邪魔して負の連鎖、エイディスも弱いしええとこない、本音でディスってやることこそ愛だろう、悪口絵に特化してる君の脳と口先、下に見てる舐め腐ったビッグバンス切り裂き、さっと超えろ前痛い目合う調子のんな髪型エセイザム、髪型エセイザム、いやいやお前は偽マス、本当のディス知らない君へ送るや、せいなすすぎるフェイスとベース通信もしか返せない弱いおつむげ、明日からまた虹が使う俺半端に言うで、本音語るやつがサングラス笑わせんな、ほんならニュース速報中村コミッション。何これ、あ、何ラップのやつ忘れてくなってんじゃん。あ、今日ラップだよ明日だよ。あの、多分初なんじゃないかな、この人類史の中で、はい、初の病というか、病ラップ打つラップ打つ初なんじゃないかな。ラップ人みたいに今ね。でも分かる、本当にこっからがヒップホップかもな。なんだそれラップ打つなってからがヒップホップ。あら、今日言えるかも。いいじゃん。ごアンサー目かな。そうだね、俺からスタートして結構してるで。ええ、俺が偽マスだよな、そうならそれは俺にとってはあれ、ね、あれやってあれ、これは一発撮りやそう、まるでファーストテイクのような、いいな、この乗り方ツーシームだかフォーシームだか知らねえけど、俺はフォークで落とし込む、落とし込んでグラック落とし込んでグイーン、お前にヘイうわ、このフェーズいった、このフェーズいきました。1週間経たず爆速ファーストテイクで、ありだな。もうこれがバトルやん。ありあり、もう真面目に書く時間終わった。そうだね、一回もうスキル全部見せたで、うん、もう書いてる、それだわ、うん、でもこれ逆に俺書いたらもうダサいもんな、多分流れ的にな。ほんと懸念点がこれマジ、うん、いくらでもできんのこれ。あ、じゃあ動画も一緒に回してんの、うん、あれ。そう、おぉ、いいね。いや、楽しみだな、今日。まあそうだね、でもそうなるね。これちょっとやっぱ、早く明日見せたいっていう気持ちちょっとあるもん。あ、そう、わかる。だから。いいのできたんだけど、ね。そうそう。だから頑張れんだけど。そう、まだ作品としてやってた。こっから戦いかもしれない。そうなんだよ。カットかもな、この前のやつ全部。こっからだ。そうなん。気持ち。もったいない。気持ちね。東京ならば俺がナンバーワン、負け犬ならば吠えとけよワントラン、目の下黒く塗るヌートバー、デスボールパックラ、言われた通りサングラス外して大喜利、お前のラップはギリギリ、俺はまだまだここから勝ち上がり、Hey, hey, hey, ラップの質落ちてんじゃねえのか小柳、 Hey, yo、 何がバックだ、ベッドボールでパックヌートバーが目の下黒く塗るとか超どうでもいい、俺何もディスられてない、だから俺もアンサー返しようがない、 Hey, hey、 これまた一発撮り、そうまるでファーストテイクのような、落とし込むお前にいい、Hey yo, hey yo とかもういいよ、ディスないからアンサー返せないよ、なんでそんなの関係ねえんだよ、人間だったら人のあら先に探せバカ野郎、待てされてる犬じゃねえんだから、餌待つ犬じゃねえからよ負け犬、だからワントラ吠えとけワントラ、目の下を黒く塗るヌートバー、確かにそうだな、俺は負け犬かもしれねえけど、負け犬言うても小型犬とかじゃなくて土佐犬とかゴールデンレトリバーみたいな大型犬、ああそして目の下で黒く塗るヌートバー、何回出すんだ、ああ俺はヌートバーのように WBC やメジャーリーグで活躍していく、ああヒップホップアイ、ちょっと昨日聞かせていただきました、はい、ラップなんですけど、はい、もうそのフェーズいったかみたいになって言いましたよ、別にそのはい、僕は、はい、どんな形でもいいと、はい、ただ、まあ、一回聞こうか
なんですか、なんですかね。いやちょっと、いや別に本当にいいと思うんだけど、はい、全然悪いとかじゃなくて、はい、ちょっとこのフェーズいったらガチ来年だよ。そうなんだ、終わんの、マジで終わんない。本当にヌートバーやばいね。そこまで上手だったのに最後ヌートバーなの。え、だからそっちがそのファーストテイク使ってるから、ちょっとパンチライン、だから俺はこっちは目の下黒く塗るヌートバーっていうのが、あもう俺だからパンチライン、黒船狙いこうよ、サムネ。あ、なるほどね。を作ってこうって思ったらこれ始まったから。え、どうする、もう判定員つける、これから。あ、ありだね。ラップバトルもね、その観客の声量ですとかあるもんね。あ、そうそうそう、うん、だからこれ一回ユーマ入れます。おう、はいはい、一人ユーマ、はい、だからユーマ一人に決めてもらおう。で、今日僕が返すじゃないですか、そこからスタート。あ、わかりました。はい、だからそれにおいては即興だろうが、もう別に作るだろうが、それは OK としましょう。何でもいい、何でもいい。ただ審査員がアウトって言ったら、うん、もうアウト。なるほどね。いや、ラップとか聞きますか。そんな気ないですけど、でも見たことあります、そのラップバトルは。ああ、はいはい。でも逆にいいかも、そういう。そうだよな。まあ言ってしまえば、聞いたことない一般人的なフラットな目線の方が、うん、逆にまだ自由聞くし。うん。審査員ユーマを迎えてのラップバトル。はい。早く終わってください。はい。おいおいおい、認めちゃったね。自分犬だと認めちゃったね。お前が大型犬ならば俺間違いなく大谷翔平。 Hey Hey 言うてる間にかっ飛ばせホームランダービー。俺が間違いなくウルトラ、目の下を黒く塗る、ヌートバー。10時50分、これはピンチだ。でもしっかり返してお前をリッチだ。え、ヌートバーでライブ読み。あ、そんな俺の方が上だお前より。ヌートバーの目の下の下りはもういい。俺のファーストテイクの下りの方がパンチライン。ファーストテイク、ファーストテイク。10時50分ギリギリのアンサー。ならば俺は最速で返す、このラップだ。ライム読みの真似事は正直落胆だ。即参加で運ばれる重症患者、ただの猿まで。自分で針を作れないことほど脱線もんはね、マイクなんていらねえ。来ると思ったかヌートバー、目の下を黒く塗るヌートバー。ライム読みが猿まねだ、ならお前もフォークさんのパクリだ。アイスバーンのようにお前のラップも滑ってる。ナイフフォークでお前を食って切る。背はヌートバー、名はランズ、正確にはランズテイラー達人ヌートバー。2本目ならえのきだ達人だ。ライブ終わりに速攻アンサー。サーバーに打つたまさに刺すナイフ、返す刀せんとなってブーメランのフェイク。完全リリックサングラスの意味、歌詞書いた時に多めと多い目。3分前のアンサー like a ultra、 ウィキペディアラップならイランは呪文か。えのきだとつかみこのフロア、目の下を黒く塗るヌートバー。今日からビート変えますわ、楽しみにしといて。メン、ヘイヨー。ここでビートを変えて形勢逆転だ。まだまだやれんだって証明だ。落ちこぼれたこのラップバトルも、もう一度この手で一花咲かせ。 My beat ラップホームタウン from ザマから、まだまだ浅はかだ。お前のディスまだ外れてる、勝ちを引き寄せる、これでクリティカル。形勢逆転、負けてる時間かあんだら、それなら絶滅寸前。ビートを変えてもヒート持ってない、言葉じゃ意味も軸もないよ。これがヒップホップ進む一歩、咲いてもない花いつ咲かせんの。レペゼンザマご出所様、お前東京積みで変ラッパー。これでアンサー AT、 そんな必要あれあれ、本当にボーカリスト確信疲れて痛いだろ、意外だよ俺に癖でしまいだろ。小柳ひるんで動けなそう、ライカザコポケモン弱者のお手本。これグッドバース、あれヌートバー、ほら目の下塗るのは当てるよ。チェイチェイアンサーチェイ、半端な陰部にお疲れです。母音が揃った初心の会社ら、排水の地お前命の日。あの絵のアンサー、今度の試し、目下の黒よりいただくし、まだし、アウト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 。チャンネル登録ボタンを。
押せ